はい、こんにちは。車買取専門店ジェーバー貸し店でございます。今日はね、24年式だったかな、スイフトです。だね、前やろとかね、まあ、前後ろサイドとねついてるんですけども、ちょっとね状態あまり良くないですね。状態良くないっていうか、なんか自家塗装がねボンネットにあったりとか、あとこれねちょっとずれちゃってるんでね、多分ボンってやって、多分この辺ね多分自家塗装してるはずなんですよ。でどこだかちょっと分からなかったんだよね、ごめんなさい。あと上ねちょっとはげちゃってるんですよね、僕と同じでね。どこだったっけかな、やつ本当に地獄です、地獄。あ、この辺か、この辺とか、まあ、この辺でこうなってね、こういう風にね、でこの辺ちょっと大きく、これね自分で多分ね塗ったと思うんだよね。自分で塗ったからね、この辺とか少しね、これ多分塗った後だと思うんだよね、この辺ね。これね、自分でスプレーで塗ったんだけど、ちょっとムラになっちゃってるって感じですね。なんでね、この車と、あとどこだっけ、ここ分かりますかね、ちょっと僕映っちゃってるけど、なんか垂れちゃってるでしょ、塗料がね。だから、ボンネットとその上だけはね、なんか黒いラッピングなんかするとかね、なんかそんなことした方がいいんじゃないかな。はい、という感じです。で、ここもね少し割れちゃってるんでね。でディスチャージはついてます。はい、で僕なんか黄色ですね。ちょっと映してみましょうか。いや今風が出てきたからね、涼しいわけじゃないんだけど、まあ楽だね、まだね。ディスチャージです。で黄色いフォグランプ、黄色珍しいよね。ちょっと真面目そうな子だったんで、こうって言ったらあかんか、真面目そうなねお客様だったんで、多分黄色。あちゃ、今これ靴がね脱げちゃったという感じですね。まあちょっと細かくね、あとこっちもねここ少し割れちゃってますね。割れちゃってるっていうか、ドンとぶつかってねちょっと欠けちゃってるっていう方が言った方がいいかな。なんでね、まあ一応カーセンサー出すんだけど、もう来週というか、まあ明日から来週なんだけど、来週のねオークション出しちゃうんで、ちょっとどこで出そうか今考えてるんですけど、水曜日か土曜日かどっちかのオークション出そうと思ってるんで、まあ早めにご連絡ください。暑い、ほんとシャレにならない。今日はねこれからね磨きもしなくちゃあかんでしょう、あれだね、あの車ね。A ちゃんね、A ちゃんか。しなくちゃあかんのでね。結構大変です。わあ、でも、すごいな、これ垂れちゃってね。もうね、本当お客様にね、一言言うときます。ここもだよ、ここもなんかやってるわ、自分で。言っときますけどね。熱っ。自分でね、ちょっと傷があるからってね。よいしょ。だ、自分で塗らない方がいいですよ、汚くなるだけ。あ、ごめんなさい、後ろから前の席見た感じです。よいしょ、あたた、これね、まあ、ちょっとこれ前の席はね少し後ろ下がりすぎてるんであれなんですけど、スイフトってね後ろ乗りにくいんですよ。なんかね、なんかもう少し考えられなかったんかなっていうからね、こんなにボンネットね前に出さないで、もうちょっと詰めればよかったのにって感じですね。室内空間はちょっとあまりにも、運転席助手席はいいんですけどね、距離135,562キロです。運転席とかはいいんだけど、助手席もねいいんだけど、後ろの席狭い、子供しか乗れない本当に。まあ乗るけどね大人も、まあ、乗ってた時期もあったしね。ちょっともう閉めよう、暑くてしゃあない。こっちが何だろうね、これは、え、何て書いてあるのこれ、クルーズ、これクルーズのがついてるの、ミッションで、これミッションなんですよ、クルーズ。これ聞くんかな、ちょっとごめんなさい分からんな。え、でもクルーズなんて聞くのこれ。あ、でもクルーズってなんか出た、へえ、それまたびっくり。ごめんなさいね、ミッション車です。こっちがね、ナビゲーションの方のね、ボリュームとかですね。
ナビゲーションつながってますね。はい、多分つながってると思う。音量がね、上がってってるので、つながってますね。で、ナビゲーションです。バックカメラありません。で、チルチテレビです。はい。はい。チルチテレビです。ね、こうデジタルテレビで出てると思いますけども。これは、天下のね、国営放送でございます。オート、オートイヤホンですね。ごめんなさい、もう臭くて頭がね、普段でも回らないのにね、もうほんと回らない。これで、ジュースホルダーはね、ここについてます。で、ここにね ETC ついてます。で、これがこれなんだ、これ地デジ、なんだろう、これ SD って書いてあるな。ナビゲーション、これかナビゲーションのあれかな、 SD カード入れる場所かな。え、でもさっき SD カードあったよね。ナビゲーション、これ、あ、これ B キャスだ。 B キャス入れる場所だな。うん、まあちょっとわからないですけど、なんかそういうのあるみたいですね。 SD カードはもうこっちにあるみたいですね。珍しいですね。はい、いうところでどうしようか、いや、車内見てもらいましょうか。シートでーす、ね、これスポーツです。スポーツでね、確かね、確かスポーツ。こんな感じで少しね、この辺よれちゃってますけどね。そのままちょっと後ろ行かさせてもらいます。暑くてシャレにならへん。はい、こんな感じです。ちょっと狭いんだよね。でね、僕ちょっと今デブになったからね、お腹がつっかえちゃってさ。本当に痩せないとね、ちょっと12月までね、痩せないとあかんのでね、毎日ちょっととりあえず1週間ウォーキングしてね、それから少し筋トレとか始めないと、体がね、ちょっとかなり硬くなってるんでね、まずは体っていうかね、肉を柔らかくしないとあかんんですよ。デブになってくるとデブ、俺もデブだからいいか。デブになるとね、肉が硬くなるんですよ。なんで肉が硬くなったら、ある程度運動量を増やして、なんだっけ、乳酸なんかよくわかんないんだけど、勉強です。このオイルはレベルゲージのとこなんで、これで今これバーンって閉めたけど、こういう風に閉めてくださいね。ボンネットはね、グッと押さないでくださいね。なんだっけ、ね、肉を柔らかくすると痩せやすくなるんですよ。なんでだから有酸素運動を少しね増やして、それでやってくださいという感じですね。ダイエット始めてください。だから1週間が、まあ、10日ぐらいね、結構ちょっと無理やりウォーキングとかすると、ウォーキングとか本当はね、ランニングがいいんですけどね、ランニングはねちょっとさすがにね、この体でやると膝、今もね、トラックの乗り降りでね、飛び降りたりしてたから、膝痛くてしゃあないんで、ウォーキングで、昨日は1時間ぐらいしてきたんですけども、今日はちょっとジムに行ってね、ウォーキングと筋トレ、ウォーキング、筋トレみたいな感じでね、やろうかなと思ってます。まあまあ、そんなくだらない話はどうでもいいんですけどね。まあ、こんな感じ、そんな感じでね、ちょっとそんな、あまり状態は良くないんですけども、ただまあ、気象のね、6速だったかな、6速マニュアルですので、どうかご購入考えてる方おられましたら、安く販売させていただきます。で、来年の5月だったから車検があると思いますので、お考えください。よろしくお願いいたします。だ、ね、この動画良ければ、いいねボタンお願いいたします。でね、チャンネル登録の方もねしていただけると、大変ありがたく思います。暑いしね、汗が目に入ってきてね、もう痛くて知らないんですよ。さあね、車買い取り専門店ジェブ明石店でした。兵庫県神戸市西区、多摩町新港、214町のうちです。0789393070です。さあ、お待ちしております。失礼いたします。